どうも、こだま高洋です、今回はですね、アトピーの方の不眠を解決するための不思議なツボについてご紹介していきたいと思います。アトピーの人、眠れない方多いと思います、よくご相談いただきます。そして眠れない、かゆみのせいで眠れないとかっていうのと、目が覚めてしまいますっていうところで、睡眠不足を起こしてしまい、そこから、次の日に支障をきたしたりだとか、あと肌が綺麗に治るためには睡眠不足、これも点滴ですから、それで、治りが悪くなるみたいなこともあるので、やはり睡眠がしっかりとれるということはアトピーを良くするために必要な条件の一つであるということは、まあ、あなたもご理解いただいていると思います。そしてその睡眠を、少しでも取りやすくするためのツボとして今回ご紹介したいのがこちらですね、こちら、睡眠の自律神経を整えるツボですね。こう耳にあるんですけど、ここを刺激していきましょう。で、これ刺激してあげて20秒ぐらい刺激してあげると、睡眠が取りやすくなるので、ぜひやっていきたいと思います。じゃあまずはですね、状況確認からしましょうね。じゃあどうやってやるのかっていうと、まず場所で言うと、この耳のこの上の方ですね、この辺を親指と人差し指でこのようにつまんでもらい、軽くこう握るようにします。で、軽くまあ潰すように握るようにしてあげて、こうクリ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 ってしてあげると、なんとなくですけど痛いところがあるはずなんですよね。で、その痛いところをこうクリ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 ってしてあげると、刺激が入ります。で、これやるときはね、両方とも反対の耳も一緒に持ってグリグリってしてあげましょう。で、これを20秒間やっていきます。はい。じゃあやり方は分かってもらったんですが、じゃあこれがちゃんとできてるかどうかって判断する方法があるので、まずこれのチェックだけ最初しといてくださいね。まずは首をこう右に左に倒して、この辺の首とか肩の筋肉の筋が張ってるかどうかってチェックしてください。また、そうですね。目の感じとかもそうですね。目がどんな風になっているのか、目がこう力が入っているのか、こう力が抜けているのかとかっていうのもチェックしてもらう材料にもなるし、あとはなんか肩周りも、背中とかですね、この辺も軽く動くかどうかっていうのを一応チェックしておいてください。で、これで、この辺ほぐしてあげると、なんとなくその3つが楽になるので、それをやっていきましょうか。じゃあ行きますよ。はい。じゃあ耳のこの付け根を持って、このポイントを持ってもらってね、この部分ですよ、ここを持って、でしっかり掴みましたか。で、掴んだらこのままグーッと押さえて、それを20秒ぐらいします。こうクリ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 、はい、1 2 3 4 5 6 7 8、いたたたた、9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20、 OK です。まあ、てな感じで、ここをクリクリってしてあげると、こう終わった後にね、もう一回首こうやって動かしてみてください。で、動かしてみると、この辺にあったなんか張ってる感じ、ちょっとマシになりませんとか、なんか肩周りが動かしやすくなったり、なんか目のこの辺が軽くなるみたいな印象が出るかなと思います。で、それが少しでも出ていれば、うまくいってましたってサインです。これで自律神経が整って睡眠が取りやすくなるので、ぜひこれを、また毎日ぜひ続けてやってみてください。で、一回だけで睡眠を取りやすくなるのもそうだし、これ毎日続けてるとより睡眠を取りやすくなりますので、ぜひ続けてやってみてもらえればなと思います。ということで、アトピーのためのですね、不眠に効くツボのご紹介でした。